よし。キリト君。リーファ。まったくもう、先にログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。あれが新しく実装されたエリア、光と闇の神々が住まう伝説の浮島大陸、スバルト・アルブヘイムか。うん、そうだよキリト君。で、今はお兄ちゃんでいいか。新エリアの実装を楽しみにしてたもんね。ああ、ALO、アルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月、この大型バージョンアップを俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ。早く遊びたくてうずうずしてるって顔だね。いつまでもこんな遠くから見てないで、早くあそこまで飛んでいこうよ。ああ、行こうリーファ。着いたな。ここがスバルト・アルブヘイム。そうだね。ようやく出てこられましたよパパ。ううん、後で落ち合うことになってるんだ。そうなんですね。ユイ、ここは新エリアの？はい、ここはまだ新エリアの入り口、浮島大陸の最初の島、浮島草原ボークリンデです。ここから一つずつ島を攻略していき、移動範囲を拡大していく。つまり次の島に行けるようになるという仕組みです。なるほどな。ありがとうユイ。さてお兄ちゃん、ここで新しい ALO のプレイ方法をおさらいしておかない？ああ、そうするよ。そうだね、何事も基本が大事だからね。では私から説明させてもらいます。よく聞いていてくださいね。
し、燃えてきた。巡回が終わったか。どうだった？待望の新エリアの感想は。ああ、すっごく面白いな、これは。そう言うと思った。まあ、私も同じ気持ちだけどね。それじゃあ、おさらいも終わったことだし、そろそろ街に行ってみようよ。ああ、そうだな。テイモンはどこだろう。パパ、こういう時はマーカーを使うんです。マーカー？そんなものあったっけ。スバルト・アールブヘイムが実装された時に配られたマニュアルに記載されてましたよ。ユイ、ちょっと説明してもらえるか。はい、わかりました。このマーカーが指している方向に行けば天移門にたどり着けるってわけだね。ああ、そうだな。活用できれば攻略に役立ちそうだ。天移門にたどり着いたぞ。では天移門について説明します。